お前が山へ持っていくお前の手帳です。お前の手垢で汚れ、お前の体臭が染み込み、歩くつの雪に濡れてボロボロになったお前の手帳です。右肩上がりの少し乱暴な字。
あの日、庭の梅の花が咲いて春を告げていました。あと2日経てばお前が山から帰ってくるはずなので、母さんはお前の机の花瓶に刺しておこうと梅の一枝を折り取っていました。お前の可愛がっていた頃、お前に一番懐いていた頃は、母さんの足元でじゃれていました。その時です、忘れもしません。本当にその時でした。一通の電報が母さんを地獄の底へ突き落としてしまいました。手にした梅の枝を取り落としたのにも気づかなかったのです。母さんの心の中のもの、何もかも一時に変えてしまったのです。そうなん、お前が山で遭難したのです。3月2日、18時新宿駅集合。他の時は平気で遅れてくるヌーボー倉田も、山となると時間厳守。先発隊12名は3日前に出発しているので、今は倉田と2人。いつものことながら重いリュックだ。3月3日、快晴、桃の節句。ここ10日ばかり晴天続きとのこと。純子はお雛様を飾ってもらっていることだろう。17時20分、中房温泉茶。ヌーボー倉田は中房へ着いて間もなく発見を催し、2度ほど吐いた。明日は牛首コルの全身キャンプへ。20時就寝。Thank you.
3月4日。夕べはあまりよく眠れなかった。ヌーボー・クラタはやはり具合が悪いので行くのをやめる。僕一人で皆の後を追うことに決める。午前6時10分、中房出発。11時半、円山荘に着く。あと4時間で皆に会える。ラジオでは天候が崩れるかもしれぬという。でも牛首コルマでは慣れたルート。戦勝まで来る。キャンプは近い。吹雪でトレース分からず、山の天候の勘を誤ったようだ。今日はビバークか。Oh,
3月5日午前7時15分、依然として吹雪収まらず、昨日の5時より14時間と15分経った。昨夜は6時間ぐらい眠ったが、場所が良くないので寝苦しかった。寒い。明け方から腹の方が体温で濡れてきた。今朝ビタミン剤5個飲む。食欲はない。乾パン10枚あるから倹約して食うつもり。ハムはシラフの下なので出せない。母さんは誠と心の中で呼んだだけでもう胸が苦しく、悲しみに押しつぶされそうです。大学の卒業を目の前にして就職も決まったというのに、誠は言ってしまった。悪夢ならためることもありましょう。お母さんただいまという元気な声が今にも戸口から聞こえてくるようです。お嫁さんや結婚式場のことまで想像して、母さんの胸は幸福に膨らんでいました。なのに、なのに、聞かず、なぜ一人で無理をしたのか。下半身凍って動かない。